こんにちは、カンヌです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、手ぬぐいの色落ちについてですね、ちょっと説明したいと思います。これがね、まずは、これは剣道の手ぬぐいです。昔からこういったエンジ色ですよね。で、これとよ、昔からこうやってエンジ色であったりとか茶色であったり紺色、濃い色なんですけども、そういった色とですね、私どもそういったものをたくさんこうやって持ってるんですね。今実はね、こういうふうに持っています。で、普段使いで使っているんですけども、これの色落ちなんですよね。で、私は全然それ構わずにですね、一緒に白いものと一緒に洗濯してるんですが、全然っていうか、その気にならないですね。全然色落ちの方は気にならないです。この手ぬぐいの色落ちもそうですし、これが色落ちするってことはないみたいですね。ですからいいんですね。ところがですね、洗い方もにもよるんでしょうけども、やっぱりこの明るい色であるとか、昔からある今お見せしたような色以外の色、例えば蛍光のグリーンの色であったりとか、そういった色ってやっぱ若干色落ちがあるみたいですね。ただやっぱり色が薄いので、その落ちてもですね、違うものに色移りしたりとかいうことで、なったというのはあんまり聞かないですけども、やっぱりその色の染料の粒子によるんだと思うんですね。やっぱり若干落ちやすい気がしますね。ただやっぱりそのこういった濃い色もそうですけど、全く落ちないかというそういうことでもなくですね、ただそう気にならない程度の落ち方やということやと思うんですね。どんなタオルでも手ぬぐいでもそうなんですけども、色落ちはどれでもね、白いタオルの上、白い手ぬぐいの上にプリントするわけですから、染料で染めたりするわけですから、必ずやっぱり色落ちはつきものです。ただやっぱり、その色落ちの度合いがですね、大きいか少ないかということやと思うんですね。少ないか多いかということであればですね、この手ぬぐいは、私もずっと使ってますけども、そんなに気にならない、少ない方やと思いますね。ただやっぱり色によってこのばらつきがあるっていうことを覚えておいてほしいんですね。どうしてもできない色って、やっぱ蛍光のグリーンであったりとか、蛍光の、オレンジみたいな色とかね、こういった色ってやっぱ手ぬぐいは、染料で染める関係上やっぱ不得意です、増えてです。で、薄いピンクもそうなんですけども、やっぱりそういった薄い色っていうのはやっぱり色落ちが しやすいような気がしますね。ですからそのあたりですね、やっぱ色によって若干変わったりすることもあります。ただこの色は絶対落ちますよとかいうのが、それがまた分かっていないというのが現状になります。ね、全部が全部色を試しているわけではないんでね。出来上がってからやっぱり若干これは色落ち多いかなっていう程度のものやと思うんですけども、その辺の感じはね、ある程度つかめるかなっていうところなんですけど、それでも、お客さんによってですね、その色落ちの多い少ないっていう、その、許容範囲の、ね、差が出てきますので、私なんか手ぬぐいに携わっている関係上は色落ちしてもそんなに気になってないのが分かるんですね。ですから、ある程度色落ちをするというふうには理解していただきたいので、そのあたりですね、そのように覚えておいてください。よろしくお願いします。